好きにしていい？ん？何を好きにしていい？好きにいろいろ食べて。うん、好きに食べよう。いっぱい食べよう。うん、こぼしすぎ注意な。俺はいいよ、好きに食べろよ、俺はいいから。だいぶ、上も上と下完璧、だいぶ絶対こぼさない。左手にパン、右手にお握り、うん、これぞ日本人。美味しくないっすね。うん、大丈夫そうです。鼻くそきたよ。11時か。うん、1時間だけで。毎日じゃないです。ちょっと小指入れ。お酒の後にちょっとあれですね、マイスリー飲んじゃったっすね。今眠くてしょうがないんですけど、ね、体は眠いんだけど頭だけ活性化してる感じですね。俺飲んでないし。いや、2位に逃げ切りたいんですよ。温めるのこれ。温めて食べなさい。食べなさいよ。俺食べたくないよ。なんで俺に食べさせるんだよ全部。チゲもあった。チゲも食べんの？明日す焼き。顔綺麗じゃないよ、もうボロボロですよ顔。これ絶対こぼすなよ。自分で飲んだら俺じゃないよ、あげさん。ん？人材だったね。眠れないんだって。お腹が空いてコンビニ行った。コンビニ行った服見るか？見てこれ。引きずって歩くから雨の中。すごいんだからこれ。ゴムある？ゴムある。俺のゴム。ありがとう。いや、いいのよ。今日はね、エミリの日だから。お互いね、日があるんですよ。頑張ろうっていう日。
あっか。嘘だろ。ん？嘘だろ。大丈夫か？味噌汁こぼさない。キムチ鍋飲んでんだぞ。うん、味噌汁も飲むのか？うん。なあ。これ味噌汁の味噌入ってなくね？入れた？入れた。本当かよ。なんか味すんのか、これ絶対。あ、本当味噌っぽい感じするわ。熱いぞ、気をつけろ絶対。バカ。熱いぞ。ゆっくりな。置いとけ、絶対かぶさない。優しくしてるだろう。これ以上の優しさないよ。幸せすぎる。幸せすぎる、そうなの。もうこれ食わない、食えない、食えない。もう下に落ちたやつは食えないから。もう俺んち地獄だから。それうまいやつじゃん、キムチおじやじゃん、すごいうまいやつじゃん、絶対うまいじゃん、天才じゃん、エミリー天才じゃん。机あるんだけど覚えてない。嘘だろ。2000人いってます、閲覧ありがとうございます。エミリーが2000人沸かしてます。どこに書いてある閲覧わかんないどこだか。ほら2000人、あざっす。ただアイテムが全然飛んでません。なんでアイテムが、イベント応援してください。パンも入れてほしい。なんでパンはダメ。あー嘘でしょ。二人仲良くありがとうございます。あーいつもありがとうございます。徳目さんが、徳目さんがアラブの席をビルゲイツ、サクトワンソン、徳目さんがやっていけない、ありがとうございます。超チルなパキ太郎、ありがとうございます。うん、キムチにパンは合わんでしょうか。これ、これキムチにパン入れちゃって、キムチにパンは合わんでしょうか。いや、黒川ダルクで、あのちゃんとなった人、構成できた人いないんで、黒川ダルクで。何が来た？黒川ダルク、うん、うん、マリオ。ゲーム中毒であいつは対処した。ゲームね。あとせいちゃんはあの炭水化物の取りすぎの病気でうちに入所してきたんだけど、糖尿病で帰ってった。あー、ジンさんありがとうございます。ジンさんがアラブ説教ビルゲイツ、そしたらジンさんがいないとやっていけない、超チルなジンさんありがとうございます。ありがとうございます。パキタロです、ありがとうございます。超チルなパキタロ、嘘でしょ。2連発ありがとうございます。あー、かわいこちゃん、かわいこちゃん、アラブ説教ビルゲイツ、そしたらかわいこちゃんがいないとやっていけない、超チルなパキタロ。おいよ、飲んざってろ、かかってこいよ、パキタロだぞ、かかってこいよ、やってやって、いくらでもやってやると、かかってこいや、無敵だぞ、超チルなパキ太郎です。何パキ太郎って分かんない、ちょっとごじっちゃった、エミ太郎って書けなかった。眠たいね、いい感じ。マンスルが来て、嘘でしょ、イルミネーションありがとうございます。2個目、あばばかばかばか、おっぱいにキムチついちゃうから、ありがとうございます。あー、さっきからありがとうね、ありがとうございます。ごめんなさい、ありがとう。あー、ありがとう、2連ちゃんで、ありがとう。最強ですから、うちの
いいんだよ、もう1位とか2位とかね、まあ最後までやりきれればいいのね。今何時？うん？今2位。何時？あ、何時？あと50分、11時10分あと50分頑張って、いやね、1位にね、なりえればありがたいんですけど、まあちょっとね、あのクルちゃんがね、013チート使ってるからね、結構勝てないね。おでこは終わってる、これはもう終わってるでしょ、俺の顔最悪だよ。熱っ、熱い。俺ナスあんま好きじゃないけど、やっぱやっぱいか、うめえ、飛ぶ、熱い熱い、もう寒そうじゃん。かすり傷ならお前やってやろうか、お前マジで。どうした？うん、かすり傷とか言ってんならやってやろうか、お前。これ食べさせじゃねえから、俺なんで俺が食うんだよ。もう食えないよ俺。おいしい。そう、分かってた方、分かっといた方がいいよ、みんな。あのね、俺一人じゃね、何もできないの分かってるから、俺は何かしらこう歌舞伎町で面白い。嘘だろ、全部残り物全部こん中入れちゃうの。シーチキンおにぎり、パン、オムライスおにぎり、全部こん中入れちゃうの。おいしい。キムチ鍋の中がもうぐちゃぐちゃなんだけど。おいしいに決まってんじゃん。で、自分はナスの味噌汁飲むの。嘘でしょ、これ誰が食うの、これ、これ誰が食うの、これ。怒ってるの？怒ってないね、嬉しい。怒ってんの、エミリーは。怒ってんの、俺のこと。怒ってんの、もう眠たすぎてやばい。眠たすぎてやばいね。ちゃんぽん、かわいい。みる、文字も見えないわ、うん、見る、嘘だろ。危なかった、キャッチしたぞ俺が、はしご。熱いと大丈夫か、出てるとなんか、あ、取るか、の食べれるか。ん？あれ、広角レンズは。ちょっとつけ、こ、なんか落ちちゃった。つけとく？うん。これなんだ？ん？それパン。それパン。バン。コメント読んでみて。うん、コメント早すぎて読めないね。2000人がもう、2000人のアンチがすごすぎて、もうコメントが読めないね。誰の？お酒飲んだ？俺飲んでないよ。やばいやばい、こっちの目つぶるとマジで傷がちぎれる。苦しい。無理すんな。無理だ。お味噌汁だけ飲みな。ね、スープだけ。スープは体にいいから。でも楽しかった今日ね、スラムダンク見る。昨日だからスラムダンク見たの。24時間前だから。本当面白かった。本当面白かったね。24時間前だから。スラムダンク見た。面白かったよ。面白かった。誰の話が？さっきまでね、何してた？さっきまで？
さっきまでカラオケ行ったんだけど、そうカラオケ行ったんだよ、うん、その後セックスした。それはしてないだもん。したんだよ。ずっとすんごい電話使ってた。やば。やば。大丈夫か？なんで隠すの？何が？広角？レンズが曇ってるって言われる。勝手に線でくれる。オッケーオッケー、分かった。だってレンズ曇ってるって言われるのもすごく。レンズ邪魔、レンズ邪魔。大丈夫か？ん？眠いなら寝るか？眠い。ん？やばいから本当に。私はもう寝ます。これ誰の？そうだよ。エミリー、エミリー。私もう寝るからね。最後まで頑張れよ、あと30分。何を頑張るの？イベント2位だから今2位で逃げ切らないと。あと2分あと、うん、いや、あと30分。30分も、うん、みんな投げてくれたんだから気合いだぞ。逃げ切るぞ。ルイージが邪魔ってね、邪魔って言ったらね、もう枠できないからね。やばい、うん、お味噌汁こぼれちゃう、お味噌汁こぼれちゃう、危ない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 、下向けちゃう、やばいわ、やばいか、あ、危ない危ない危ない、寝るか。私は寝る、起きとっていいよ。いや、俺は寝るね。エミリが寝るなら俺も寝る。乗せちゃっていい？着せちゃうよ。食べれないね。目の前にタクシーがあるように思った。嘘でしょ、全然タクシー。ずっと見られると思った。ずっと見られてると思った。寝かしてあげて、嘘でしょ。いいんですかね、感じちゃって。いや、みんなにイベントね、応援してもらったから、今日はね、逃げ切れるように頑張りたいんですけど。あと30分だけ頑張ってね。そしたらすぐ寝れるようにしないと。30分だけね。すいませんね、ほんと。じゃあ切るか。じゃあみんな切っていいの？じゃあこれで切っていいの？じゃあまたカラオケ、あ、カラオケはまたエミリーが好きなんでね、それはしますよ。切っていいの？っていうかさ、切れよって言ってるやつらがさ、見なきゃいいんじゃない？ずっと話してんの？配信。じゃあ切れよって言ったやつ片っ端からブロックしていくね。
じゃあ切れよって言ったやつ一人ずつブロック。誰に説教してるのと、夢の中でね、片っ端からブロックするか。ダーリン、うん、ダーリンだよ。終わろう。終わる。明日10万円ぐらいあげる気にして。お金じゃないんだよ。ごめんね、酔っ払っちゃった、うん、早く来て。待って、片っ端から切っていかないと。とか言いながら返事するけど、うん、お金じゃねえじゃないんだよ。そう、ブロック祭り、意識朦朧じゃなくて眠いんだわ。守ってる。これ2000人ブロックすな、辛いわ。だからさ、切れって言ってるやつは見なきゃいいだけの話じゃん。あ、2000人は大変だ。これ多分2000人をブロックしていく、ブロックしてくるあれですね。2000人をブロックしてる。そう、ブロックしないとね。切れって言ってるなら見なきゃいいだけの話じゃん。どれからブロックしていけばいいんだろう。これ多すぎてさ、え、俺はエミリーを応援したいよ。うん、いや、切れてんなら見なきゃいいだけじゃん。だ、眠いだけだよ。どこが規約違反なのこれ。うん、今携帯見てる、携帯。そう、だってあれじゃん、他の人の枠でもさ、ね、なんかご飯作ってる時に他の人がつなぐとかあるでしょ。こんなことでね、なんか規約違反とかね、言ったら全然あれだから。そう、おでこえぐれてる、最悪だよ。どこが規約違反なんだ。監禁拉致の意味が分かんないでしょ。うん、そこだ。うん、俺に1円も入んないんだからね、これは。エミリーを応援してんだから。やべやべ、どれブロックしていいかわかんねえ。うん、おでこの傷もう少し良くなんないと思うっすね。やばい、全然コメント読めなくなっちゃった。どこがバーになるのこれで。バッシュいつだかわかんないですね。もう一回ちょっと警察じゃない、病院行ってみないと。一週間。こっちにすればいいか。うん、だからエミ太郎のこと警察芸やってないね、呼んでないね。場所だいたい1週間なんだ。呼吸止まんないだろ、普通に寝てるだけでしょ。疲れちゃっただけでしょ。
来たらのがいい？流れ説明して。いや、ただ普通に帰ってきて眠くなって、あの民剤マイスリー飲んだんだけど、お腹空いちゃったからご飯食べたっていうだけ。紫外線当たらないようにする。もう朝とか俺基本行動しないもんね。 DM の返事欲しいですね。してくれる。俺が飲んだんじゃ、飲ませたんじゃないから。うん、見たら今トイレ。コメントが早すぎてどれブロックするの大変だわ。2000人ぐらいブロックしないといけないんじゃないこれ。俺が飲んだんじゃないしな、飲ませたわけでもないし、大変だ。2800人ブロックしなくちゃいけないってこと？そう、嫌なら見せない方がいいんだよ、ほんと。なんであげたんだよ、俺が。またヘイト向けてる。なんでみんな切れてるのかよくわかんないもん。で、あげてないっつうの民剤。スラムダンクの映画は俺はクソつまんなかったね。爪噛んでんじゃない、なんかさっき食ったものが詰まってんの、歯に詰まりすぎ。そうそうそう、アルコールね。ふーん、アンダーバーでわかんなかった。ふーん、別にあのね、救急車呼んでもいいけど、これ寝てるだけだからね。気持ち悪くなってとか、お酒飲みすぎとか、気持ち悪いとか。オーディしてない、うん、もうすんごい。みわみわさんがもうアンダーバーで「スラムダンク」はいつから、2日ぐらい前からもうやってんじゃない。飲ませるね。で、俺らが飲め、俺が飲ませるとかじゃなくね、自分で飲むんだから。